どうもこんにちは、今回はですね2部構成の動画になってまして、前半はスライドガストーチ、外のスライドガストーチのご紹介、そして後半はですねこれのレザーカバーの作り方、レザーケースっていうのかな。で、レザーケースを作るってなった時にですね、こういったものを見て、結構難しそうだなと思う方ってかなりいるんじゃないかなと思うんですが、実際にね作っていく工程を見ていただけると、まあそんなに難しいものじゃないというよりかはかなり簡単だなと思われるんじゃないかなと思います。この程度のものであればですねわりかし簡単に作れますので、コロナ問題でですね、家の中にいる時間が長くなってしまった方ってたくさんいらっしゃると思いますので、そういった方に向けてもですね、こういったなんて言うんでしょう、家でできることっていうのはまあ役立つのかなと思いまして、今回はね、動画にしてみたいなと思います。外のスライドガストーチ、こちらはですね Amazon 限定のモノトーンバージョンになってます。このシンプルな色合いがねいいなと思って購入したんですけれども、これね単純に、まあ、チャッカマンって言ったらいいのかな。でね、このスライドガストーチなんですが、スライドガストーチってやつとスライドガスマッチってやつがあるのかな。スライドガストーチってやつは、いわゆるターボライター、ターボライターで、スライドガスマッチっていうやつが、いわゆる普通のライター、そういった感じになってます。でこんな感じにね伸びますので、いわゆるチャッカマンとして使うような感じです。このままでも使えます。でちょっと細かい話をしますとですね、ここにねロック機能がついてまして、これを引くと押すことができます。でこれを押すとロックがかかってまして、押せないようになってます。実際ですね現物をこうやって持って、ここにねロック機能があるっていうことを初めて知ったんですが、ポケットの中に入れてたりとか、どっかねカバンの中とかに入れてても、簡単には火がつかないと思いますので、このねロック機能はいいなと思います。なかなかね細かく情報が載ってなかったので、ここですよね、ここにキーホルダーが通せるような穴が開いてます。なので、ここにねリングを通したりとか、ここに紐を通したりとかして、わりかしですね使いやすいようにカスタムできるんじゃないかなと思います。で今回ねこれを購入したのはですね、実際にターボライターのチャッカマンが欲しいということもあったんですが、こちらにですね久しぶりにレザークラフトでカバーを作りたいなと思いまして、今回ねこちらを用意してます。で今までですね何回かこれを使ってるっていう方にお会いしてですね、これってどうですかみたいな話を聞いたんですけれども、結構ね個体差で当たり外れがあるみたいです。なかなかつかなくなっちゃうとか、そういう話も聞いたりもしたので、なんとかね当たりであればいいなと思ってます。でですねガスの補充なんですが、ここにねガスの補充用の穴が開いてまして、市販のガスボンベですることができます。はい、ということでですねレザークラフトこれからやっていこうと思いますが、2パターンをねちょっと用意してみました。こちらが縫ってあるパターン、ちょっとねちゃんとレザークラフトやる方から見るとここの縫い目が汚くて申し訳ないんですけども、縫うパターンと、あとは編むパターンっていう2種類がありまして、個人的にねおすすめするのはこっちかなと思います。やっぱりね出来上がりがこっちの方がねなんかちょっと豪華な感じに見えるっていうのもありまして、こちらをねちょっと作ってみたいなと思います。もうすでにね2つほど試しで作ってるんですが、もう1個作りたいなと思います。ちなみにですね、これはケースに入れるとこういう感じになるんですけども、こうロックを外して火をつけることは簡単です。ロックも簡単で、特に出てくることもほぼないと思っていいと思います。ここにキーホルダーをつけてますので、ぶら下げることでですね余計に反対側に傾くってことはないと思います。ただですねこちら、ここにガスの注入口があるんですが、ここが注入口で、ここが邪魔をして、このままではガスを入れることができません。なので、ここ穴開けてるのはですね、本来はガスの注入口として使いたかったんですが、使えないので、まあ、ここはですね、入れたガストーチをこう押し出すために使おうかなと思ってます。さあ、それではですね、まず道具のご紹介からいってみましょう。
まずね、こういったもの、なんて言うんだろうこれ、下敷き、工作用の下敷きなんですが、まあ、これはね100均に行けば売ってます。100均に行けば売ってるので、まあ、A4 サイズあればいいかなという感じです。で、今回ご紹介する道具はですね、 Amazon でも購入できるように、リンクを一応貼っておきます。なのでそちらもね参考にしてみてください。で、こちらがねゴム板、厚さが2センチですね。2センチのゴム板、21センチ×15センチぐらいかな。まあ、これもこれぐらいの大きさがあればいいだろうという感じです。これでね困ったことは特にありません。木槌で、これはねガンガン打っていくのでちょっと重みがある方がいいかなと思います。あと物差しですね、これは、直線を切るときに使います。型を作るときとかもですね、この物差しって多分大事になってくると思いますので、物差しはね必ず必要だと思った方がいいと思います。カッターナイフ、厚紙で作った型を切るときっていうのはもちろんなんですが、革もこれで切ります。レザークラフトのね教科書みたいなの見てると、皮切り包丁とか使ったりするんですが、まあそれに近いものも試した結果ですね、カッターナイフが一番いいってことに気づきました。まあ、切れ味が悪くなってもですね、先っぽを切ればいいですし、この刃が入手しやすいっていうところも含めてカッターナイフが一番いいんじゃないかなと思います。切れ味もいいですしね。まあ、これはねあるといいなぐらいなんですが、デザインカッター、100均で買ったものですが、細かいところをね切りたい時とかにこれがあると、まあ結構便利かなと思います。ボールペン、は、革にね印をつけるためと、型紙を作るために使います。で、この状態でちょっと申し訳ないんですが、このねマス目が入った厚紙、これはね、型を作るために使います。量産したい時とかは後でこの型紙があると便利なので、この型紙作りのために厚紙を使います。で、こちらがですね、ひしめ打ちとひらめ打ち、どう違うかっていうとですね、ちゃんと写ってるといいんですが、こちらの方は糸を縫う時にですね穴を開けるんですが、それ用のひらめ打ちです。縫う時に使うのはこれで、編む時に使うのはこちらのね先っぽが平たいやつ。編む時に使うのはこちらなんですけども、これはね平べったい穴を開けることができます。カーブに穴を開けることもありますので、このね数が多いものは直線用で、この数が少ないものに関しては曲線用という感じで使い分けるようになります。で、今回はですね編む方をやりますんで、このひらめ打ちが、3つのものと2つのものと1つのもの、まあ、この3種類があるとかなりやりやすいのかなと思います。そして、こちらなんですが、これ名前何だったかな、名前忘れちゃいましたね。なんかとにかくこれはですね、何に使うかっていうと、コンパスみたいな形してますが、革にですねこうあてがって線を引くためのもの、同じ幅の線を引くためのものです。あとですね、磨き物3種類、こちらがですね、なんだっけな、ドレッサーって言って、まあ言ったらヤスリですね。側面とかを磨くヤスリと、あとコーンスリッカーって言ってですね、その革の側面をこうやって鳴らすもので、その際につける薬品というか、まあ、そういったものがこのトコノールってやつなんですが、これはねなくても水で代用できます。水を塗ってですねこれでガーッとやるとですね、処理はできるので、これはなくてもいいかなという感じですが、まあ必要に応じてですねこのトコノールは、入手すればいいかなと思います。無色のものですね。で、これが、まあ、千枚同士みたいなやつかな。これもね、100均とか行ったら売ってるんですが、手芸用のやつで、穴をね、広げるためのものです。これがあるとかなり楽になるので、これはね、あった方がいいなと思います。で、こちらがですね、穴開けポンチ。4ミリと5ミリだったかな。それぐらいの穴が開けられるものです。これはね、後で金具をつけるときに使います。で、これがね、ハトメ打ちっていうんだったかな。ハトメ打ちをするための棒と、それの土台です。この辺はですね、なかなか売ってない可能性もあるかもしれないので、これもね、Amazon のリンクを貼っておきます。で、こちらがですね、レース針。かがり針っていうのかな？レザークラフトの針はですね、先っぽが尖ってません。穴を開ける必要がないので、先っぽが尖ってないんですが、で、ここがですね、広がるようになってまして、ここにね、革を挟んで、どんどん編んでいくというためのものです。これがないとダメなやつだ。革2ミリぐらいが一番使いやすいと思うんですけど、これは厚みが3ミリあります。
で今回作るものに関してはですね、12cm×12cm ぐらいの幅があれば OK です。であとはですね、編む時に使う、かがり紐、レース紐っていうのかな、革紐ですが、これはね 2mm 幅のもので長さが 90cm ぐらい、これぐらいあれば OK です。であとは今回ね、金具としてハトメとキーリングを使います。さあ道具としてはそんな感じかな。まあもしね、編むのが難しいなという方は、こういったねレザークラフト用の針と、あと糸ですね、この辺はまあお好きなものを選んでいただければいいんじゃないかなと思います。まずはね、この型紙のサイズからいこうかなと思います。横幅が 11cm で、縦の長さが一番長いところで 10.5cm、 11cm×10.5cm の長方形、これをまず作っていただいて、ここのへこんでるところですね、へこんでるところが端から 2.5cm のところで 5mm へこませます。で反対側も端から 2.5cm のところで 5mm へこませるという感じです。でこちらのね、このえぐれてるところ、ここはこれがずっとつながってると考えると、最初に8.5cm、真ん中に 8.5cm のところに印をつけて、弧を描くように、もうここはフリーハンドで、線を引いておきます。でここもフリーハンドですね、ここもフリーハンドで、この端からですね 1.5cm ぐらいのところに印をつけて、ここもフリーハンドで丸ませておきます。まあ、丸くなってなくてもいいんですけど、この出来上がりですよね、出来上がりがここ丸くしないと、ここがねピコンってこう直角になってしまうので、丸めた方がですね、出来上がりとしては見た目がいいんじゃないかなと思います。はい、こちらにですね、まずは型を取っていきます。まあ、なるべくですね、無駄がないように型を取りたいんですけども、まあ、そうもいかないかな。こんな感じでですね、切り出すところに印ができました。なのであとはこれをね、切り出していきます。こういうね、切り出す時用にですね、この板が必要になってきます。さあそれでですね、こんな感じで、形はねある程度できたんですけども、分かりますかね、この端っこの方がねガタガタです。このね断面のところがガタガタになってるので、これをねこちらで削って鳴らしていきます。である程度鳴らしが終わったらですね、今度はトコノール、トコノールっていうやつで、まあこれは水でも OK なんですが、このね裏面に塗っていきます。ちょっと裏面がこれバサバサしてるので、このまんまだとですね、もうザラザラしたものがねだんだん剥げてくると思います。なので、一応ねこれ処理しときましょう。まず裏から処理していきます。
で、トコノールを塗ったらですね、このコーンスリッカーですね、これで十分だと思うんですが、こうね、こすっていきます。で、これをすることによってですね、毛羽立ってた裏面がこんな感じにね、鳴らされます。結構ね、ツルツルっとした感じに変わってくれるので、これはやった方がいいでしょうね、きっと。で、ついでにですね、この側面ですね、側面にもトコノールを塗って同じことをしていきます。今ね、持ってる革製品がもしあればですね、見ていただけると、側面はね、必ずね、こういう風に処理をしてあると思います。多分ね、側面がこうツヤツヤになってたりとかすると思うんですよ。それは、こういった感じで、きちんとですね、処理をしてるからということですね。で、ちょっとね、表面にトコノールがはみ出してしまったりとかすることもあるかもしれないんですが、まあ乾けば問題ないと思うので、本当はですね、この辺も慎重にした方がいいんだと思うんですが、動画を撮りながらなんでですね、そんなに慎重にできてないことをちょっとお許しいただければなと思います。この辺の作業は、まあ、皮を磨くって言ったらいいのかな、なんかまあそんな感じのイメージなんですけど、まあ、やるのとやらないのでね、全然仕上がりが違うので、これがですね、何もしてない状態、処理をしてない状態の皮です。いろんなところがね、毛羽立ってるのがわかるかなと思います。側面もね、切り出して結構綺麗には切り出せてるんですが、ガサガサしてるのがわかるかなと思います。で、こちらがですね、処理をしたものです。裏面の毛羽立ちもなくなりましたし、側面もですね、ツルツルしてるのがわかるかなと思います。で、側面とかもね、もうちょっと処理した方がいいかもしれないんですが、まあ売り物にするわけでもなし、これぐらいで十分かなと思います。せっかくなんでね、ここにね、刻印を打っていこうと思います。まずはですね、針に糸を通します。糸を通したらですね、通した糸に針をくぐらせて、もう一回くぐらせます。
こんな感じですね。2回くぐらせたら、こっちの下の方に手繰り寄せてグッと引っ張ればですね、ここである程度絡まってくれるので、これでね抜けることはないです。で、普通の縫い物だとですね、片っぽに糸をつけてこっち側はね、なんかあの別の処理をしますよね。ただね、レザークラフトの場合はこっちの糸にも針を通します。両方の先っぽに針が通ってる状態ですね。ちなみにですね、これやってるとすごく器用だなと言われたりもするんですが、実はねそんなことなくて、実際ね僕はね編み物が一切できません。編み物できないんですが、レザークラフトであればねできるんです。で、なぜできるかというと、それはですね、もうすでに通すべき場所に穴が開いてるから。こんな感じでですね、縫うための穴を開けましたが、あとはねここに通していけばいいだけなので、実はですねレザークラフトの縫う方法っていうのはすごく簡単です。まず最初の穴に通します。最初の穴に通したら、もう片っぽにも当然針は通ってますよね。これをちょうど真ん中ぐらい、ちょうど真ん中ぐらいにしてあげて、ここからねスタートしていきます。両方に針が通ってます。こっちにも針が通ってますし、こっちにも針が通ってます。これをまず次の穴に通します。これで次の穴に通りました。次の穴に通ったら、もう片方を裏側今こんな状態になってますが、こっからスタートしますね。最初ここに針を通しましたが、次の穴に刺します。こうですね、次の穴に刺します。そして引っ張ると交差してるんですね。これ交差してる状態です。で、また次に行って、そしたら反対側にある糸を表に持ってくると。で、今2つ目まで行きました。これをね繰り返すだけです。なので編み物が得意とか、裁縫が得意とかっていう以前の問題で、できてる穴にただ通していくだけっていうことなので、これはね多分どんだけ裁縫が苦手な人でもこれだったら絶対できると思います。さあ、とりあえずこれでどんどん先まで進んでいこうと思います。で、最後のところですね、最後のところだけは、二重でね通します。で、最終的にこんな感じでですね、両方とも裏側に来ます。裏側に来る状態にして、これをね単純に結んでしまいます。最後固結びすればもうこれで OK です。最後はねこうグリグリして、ライターで炙ったりとかすれば始末ができるんですが、今回はね別にこれでも大丈夫だと思いますので、とりあえずこのまんまにしとこうかなと思います。本当はねこの辺もやり方があるんだと思うんですが、僕はですねもうキリでこうやって穴を開けるところに印をつけて、そこを目印にして、穴開けをしていくようにしてます。こんな感じでちょっと跡がつくので、ここに穴を打っていくという感じで毎回やってます。
さあ今度はですね、ここの部分、ここの皮ですね、ここの皮の部分を切り出していきます。幅が1センチ弱ぐらい、1センチ弱ぐらいで、まあ、7.5 センチから8センチぐらいあればいいんじゃないでしょうか。このままだとね、ちょっと不格好なので、この端っこですね、端っこの方を丸くしていきます。こうね、端っこを丸くしたりするのももう、手作業なので、本来はですね、この端っことかを丸く落とすための道具っていうのもあるみたいなんですが、まあ、わざわざこれのためにそれを買うのも嫌なので、これはねもう手作業でいきます。まあ、それらしい丸さというか、そんな感じになれば OK かなと思います。でこれもですね、ある程度できましたら、やっぱりこのヤスリで鳴らしていきます。ヤスリで鳴らすことによって結構円に近づいてくれるので、こんな感じですね、こんな感じにある程度はできたので、これをねまたトコノールで磨いていきます。でこの片方なんですが、これは中に入れてこうしようと思ってますんで、まあ、こっちはね別に何もしなくていいかなと思います。まあ、面白いところなんですが、こういうところにね、性格が出るなと思います。はい、磨くとねこんな感じになりました。ちょっとねやっぱりガタガタしてるところはあるけど、まあお許しください。である程度ですね、真ん中かなというところで、穴開けポンチで、はい、こんな感じでね穴が開きました。で、反対側ですね、反対側にも同じように打っていきます。はい、これでですね両方に穴が開いた状態になりました。今ここにね位置を決めましたので、ここにねポンチで穴を開けていきます。さあもうこうなるとですね、後戻りができない状態になってますが、うわもうちょっと手前でもよかったかな。うわ穴開けに失敗した。これだとキツキツになってちゃいますね、キツキツになっちゃうので、そうだな、もう一個穴開けましょうか。そうですね、もう一個穴開けよう。本来はですね、ここで良かったんですが、きつすぎたので、まあ、こっちを作り直すことで直せるんですけども、まあもう一個上に穴いっちゃいましょうか。しょうがないんでね、もう一個穴開けましょう。本当は穴一個で済んでると思ってください。よいしょ。やり方としてはね、まずここで一箇所止めます。でもう一箇所ですね、ここでまた止めるという感じにしましょう。ちょっと不細工ですが、まあ、失敗したもんはねしょうがない。ハトメの打ち方なんですが、まずねこれが裏側に来るとこです。裏側の方にこれが来ます、このパーツね。でこのね頭をくっつけるというだけなんですけども、その際にね必要になってくるのがまずこれです。このくぼみを使うことによってですね、この頭の部分のカーブをですね潰さずに打つことができます。この皮がありますが、皮にねとりあえずくっつけます。でくっつけたらですね、ここのくぼみに、頭を合わせてあげて、あと打つだけと。こんな感じでですね、もう外れることはありません。でもう一箇所ですね、ここに止めるという感じなんですが、先にねキーリング通しておきましょう。キーリングを通してこれで打っていきます。一応引っ張ったりしてですね、外れないかどうかを確認して OK であれば、もうこれで金具の取り付けは終わりです。で実際にこう組み立てた時に、まあ、これだけね余裕があれば大丈夫でしょう。
次がですね、編み込みに移りますけども、難関になるのかな？一番難関になるかもしれないですが、実際に一番楽しいところだと思います。で、今回はですね、まあこの辺ぐらいから、まあギリギリぐらいまで行きましょうか。この辺ぐらいまで編むようにしましょうかね。まあだいたい5ミリぐらいの間隔を取って、印をつけていきます。で、今度はですね、レースで編んでいくんですが、使うのはね、糸ではなくてこういった革紐を使います。革紐を使うので平目打ちを使って打っていきます。で、こういうカーブのところは、こういうところはね、よくわからないので、もう感覚で打っちゃいます。まあ、それらしくなってれば OK だろうということで、毎回やってるんですけども、本当はですね、もっと、なんて言うんでしょうね、もっと慎重にというか、ちゃんと考えて打たないといけないんだと思うんですけども、まあ、この辺はですね、独学なんで適当です。さあ、こんな感じで大丈夫だろうというぐらいのものなんですが、一応ね、穴開け終わりました。なのでこれをね、あとは編んでいくだけとなります。編んでいくのがね、ちょっと動画でうまく撮れるかわからないんですが、ちょっと撮っていってみましょう。まず最初にですね、かがり用の針にレース革紐を取り付けるというところなんですが、こんな感じになってまして、ここはね、わかるかな、ちょっとね、ここかませるようになってるんですよ。ここが広がるようになってまして、まずはですね、革紐をちょっと斜めに削ぎます。斜めに削いで、先っぽをですね、ちょっと薄くして、この状態でこっちが裏側になるんですが、革紐をね、裏側にして広げてね、こうグッと押し込みます。押し込んでいくと、ここにくぼみが見えると思うんですが、このくぼみの裏側にはですね、返しがついてます。返しがついてるので、ここでグッと噛んでくれて、少々引っ張ったぐらいでは取れません。で、革紐の準備はできましたんで、ここからですね、編んでいきます。まず最初ですね、ここに穴を開けていきましたが、このままだとね、狭いので、このキリというか、なんかこの穴を広げるやつでですね、穴をある程度広げておいてあげます。穴を広げておかないと、これ見てわかる通りね、穴がかなりきついんですよ。きついので、まずはですね、穴を広げてあげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。こういうね、平たいやつじゃなくて丸い形で穴を開けるやつもあるんですが、ちょっとそれ持ってないので、今回はこんな感じでいきたいなと思います。まず最初に一つ目の穴に通します。で、まあ注意事項なんですが、これね、表と裏があります。この表と裏を間違って編んじゃうと、後でね、直すのがね、めちゃめちゃ大変です。というよりかは直せないと思った方がいいので、表と裏はですね、しっかり確認しながら、編んでいく必要があります。で、このある程度残した状態でですね、ここの穴から始めましたが、 1,2,3 3つ目のところに行きます。
例のやり方はですね、他の方の、メカ好きレザークラフトおじさんだったかなっていう方がいらっしゃいまして、その方のね動画を参考にさせていただいてます。この端っこの処理なんですが、端っこの処理が難しいので今ね、ここの下にくぐらせました。まあ、この辺の処理は適当なんで、まあこれでできないことはないので、まあこれを参考にしていただいてもいいとは思います。で、最初の横ですね、最初の横に2番目のところですね、2番目のところに通します。で、この時にですね、表と裏をしっかり確認しながらやらないと、後でね修正ができませんので、その辺はお気をつけください。今ここにつけてる横ですね、この横、この横に刺します。で、そしたらですね、これを今こっち側にありますけど、これをここの下にくぐらせます。お、外れた。こういう風にね、ねじけちゃったりとかするので、しっかり直しながらやりましょう。で、そしたらですね、ここですね、ここの今3番目のところ、3番目のところに通します。ここも表と裏が変わらないように気をつけていきましょう。で、そしたら今度はここですね、通します。下からくぐらせて上に通します。で、ここに戻ってきました。で、また次の穴ですよね、次の穴に行って、次の穴を通します。ちょっとここあれでしたね、まだ大きくしてなかった穴を、穴を大きくするとやりやすいです。で、こうなりましたので、今度はここに通すと。で、これはですね、革紐なんでほどきにくいです。ほどきにくいので、表と裏はね、ほんまに注意してやらないといけない感じです。で、そしたらここですね。で、これ大変なのはね、同じ穴に2回通す必要があります。なので、穴をね、大きくしないと結構ね、大変なんですよ。よいしょ。で、またこの下にくぐらせます。で、以前までは、ダブルステッチって呼ばれる編み方をしてたんですが、それだとね、表と裏ができちゃうんですね。で、これだとわりかしその表と裏が分かりにくいというか、そんな感じで編めるので、メキシカンバスケットスイーブだかウィーブだかっていうやり方の方が、出来上がりがね、綺麗だと思います。表と裏をね、あんまり作りたくない時っていうのは、この編み方の方が僕はいいなと思います。結構ね、編みながら撮るのって難しい。撮影なければ楽なんですけどね。
そろそろですね、最後の始末の部分に来ますけども、最後の始末はね、簡単に済ませます。さあ、これでね、全部編むことができましたが、最後の始末はこの辺に通そうかな。ここに通して、これにもう一回通して、これでおしまいにしましょう。これでおしまいでもいいんじゃないかな。で、これはですね、個人的に好きっていうだけなんですけども、このね、最後の紐がね、垂れてるのが僕は好きなので、まあ適当にこの辺で切っちゃいましょう。こんな感じかな。まあ好みでですね、この辺になんか、ビーズかなんかつけてもいいのかもしれません。で、レースの紐ですけども、だいたい90センチぐらいあれば、これをね、編むことができます。ということでですね、こんな感じで出来上がりました。もう悪くない感じなんじゃないかな。で、早速ここに入れてみましょう。はい、こんな感じでね、ケースに収めました。で、ここはね、キーホルダーになってますので、まあなんかくっつけてぶら下げたりもできますし、ロックを解除したりするのもそんな難しくないと思います。で、今回はですね、撮影しながら作ったので、どれぐらいだろう、4時間ぐらいかかっちゃったのかな。だけど、普通にね、ただ作るだけであれば、まあ 2,3 時間もいらないんじゃないでしょうか。あと、ここを縫ったりとかしないんであればもっと早いと思います。ということで、今回はですね、外のスライドガストーチをですね、購入いたしまして、こういったね、レザーケース、これを作ってみました。誰でも作れるようにですね、作り方を詳しく解説したつもりなんですが、もしですね、ご質問などあれば、コメント欄にコメントいただければ、すべて返信するようにしてますので、ご質問などいただければなと思います。ただ、僕もね、そんなレザークラフト詳しいわけじゃないんで、分かる範囲でという感じになりますが、もしですね、気になることがあれば、気兼ねなくご質問ください。で、今回ですね、こちらを作るにあたって必要だったものっていうのは、概要欄の方にですね、リンクをすべて貼っておきますので、そちらをですね、揃えていただければ、これは作ることができます。皆さんですね、家の中にいる時間っていうのが長くなってきてしまってると思いますので、これを機会にですね、こういったものを作って楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは。